はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日はね、昨日前回のね、切りはみ玉はみの補足です。で、前もねちらっとお話ししてますが、今日は切りはみと玉はみ、まあ、いろんなね、はみの種類をですね、うちにある分をお見せしたいと思うんですが、まずは切りはみですね。昨日も言いましたけど、はい、こういうのが切りはみです。はい、皮が挟んでありますね。はい、それから玉はみっていうのは、こういうのが玉はみです。ツルツルしたやつですね。薄い皮をこう玉掛けしてあるというふうなね、ことになりますが、いろんなね色もありますので、次にね色の方をお見せしたいと思いますね。はい、これ先ほど見た黒の玉はみですね。はい、他にもイエローですね。玉はみは発色が綺麗ですよね。それからピンクもあります。はい、それからこちらは光沢のあるゴールドですね。じゃあ次に、切りはみの方を見ていきましょうか。こちらが先ほど見たナチュラルな色つけてない切りはみですね。玉はみよりはちょっと発色は出ませんが、こういった切りはみでも茶色とかですね、はい、あるいはブラックねもできますね。はい、では次にオリジナルなスタイルのはみを見ていきたいと思いますが、まずはね、ずっと前からウィルソンさんは展開しておりますが、こちらデュアルウェルティングですね。はみを2本にすることによって、指の強度を上げて玉際に強くするという風なね、ウィルソンさん昔からやってるオリジナルスタイルのはみですね。またこれはね、特集してみたいと思いますけれども、今日は簡単に。それから最近になってここ2、3年ですけども、アシックスさんはこういった皆さんご存知のスライバートップを展開されてますね。こちらは先ほど言ったようなはみ2本で強度を上げることと、それから指先を軽くすることによって操作性を上げようというふうな狙いになります。同じくアシックスさんで最近出てるのがこちらですね、トライデントフォースバック、1、2、3本はみをねこうして、こちらもね、玉際に強くなるように、強度を上げるような工夫ということになりますね。はい、どうでしたか？今日は簡単ではありますが、いろいろなはみの種類をお見せしました。それでは皆さん、さようなら。